こんにちは、ユニバーサンドの綾乃です。今日も YouTube を見てくださってありがとうございます。私はですね、瀬戸内海の、小さな島にね、暮らしてるんですけど、今日はね、今年一番暑かったんじゃないかな。暑かった、まだ終わってない まだ終わってないですね。暑いんじゃないかと思っております。東京からね、越してきたんだけど、東京ってさ、昼間の暑さはもちろんだけど、やっぱ何が辛いって、まあ、都市部っていうかさ、夜、クールダウンしない夜の暑さ、ムーンとした感じがね、やっぱり一番答えるんですけど、島はさ、夜になるともう日が暮れるとね、スーッと冷たい風になって、一回ね、こうリフレッシュするんですよね。だから寝る時とか全然エアコンいらないし、そんな感じで快適なんですけど、で朝さ、そっからまた気温が上がっていくじゃない。今日早かったですね。あ、やばいやばいやばいと思って、あ、もう来た来たみたいな感じで、かなりね、ぐんぐん気温が上がっています。皆さんのね、お住まいの地域いかがでしたでしょうか。今日はですね、ゆるめに宇宙的雑談していきたいと思うんですけど、余談なんだけど、いきなり余談なんだけど、本題に入る前に、この YouTube をさ、 iPhone で撮ろうと思って三脚立ててさ、何度かやったんだけど、容量がありませんと、だからビデオはもう撮れませんってなっちゃって、と思って、でアプリ消したりさ、自分の写真家のやつ整理してダーッと消して、何度やってもね、ダメなんですよね。で、はぁと思いましたね。なんか私もアップグレードするタイミングに来たなと思いますね。まあ携帯も、現実的にっていうの、うん、そろそろ新しいのにね、私 iPhone8 っていうの使ってるんですけど、新しいのにしたいななんて思っていたので、そろそろね、側も綾乃もアップグレードってね、するタイミングかななんて、そんな風に思いました。はい、そのことはどうでもいいんですけど、はい、今日の宇宙的雑談は、まあ結局はこういうスピリチュアルっていうものに携わってる人や、こういったものにね、興味や好奇心、そういった感性がある方、まあ HSP さんとかね、まあ繊細さんね、そういった方とか、いろんな方がいらっしゃると思いますけど、みんなこういうことを段階的にこう何度か通りませんかっていうお話をしたいんですが、私もこの仕事かな、セッションというかさ、ヒーリングとか、まあ、チャネリングとかエネルギーワークとかね、そういったことを、まあ、するようになって2年過ぎたんですよね。でその中にも何度かそういうこう段階があったんですけど、一番最初はさ、自分がそういうことを、例えばセッションしますとかっていう時に、こうウェブサイト持ったりとかさ、アメブロでこう発信したりするときにドキドキっていうのがあるんですよね。え、何言ってんのとかさ、なんか変な人だと思われたらどうしようとかさ、そういうことね、やっぱいちいち思いましたね。そういうところでこうドキドキしたりとかさ、なかなかこう自分が感じてることをこう素直に表現できなかったりとか、まあそういった時期もね、ありましたよ。でそれがこうクリアして、何度もこう自分と向き合ってっていうようなことを重ねてきましたけれども、つい最近、まあインスタで、お見かけしたとある方にですね、ちょっとメッセージを送りたいなと思ったわけですよ。はい、この潜在意識の綾乃、3次元でこうパーソナリティというかさ、この性格のねで存在してる私っていうよりも、こうハイアーセルフの状態、よりこう宇宙的なね、自分の状態で、あ、コネクトを取らなければいけないなとかさ、あ、変な話ね、こういうこともあるんですよ。会ったこともない方のハイアーセルフがやってきてですね、サポートしてくださいとか、ヒーリングしてくださいとか、いや、してもいいけどさみたいな、全然会うことも全然現実的じゃないけど、でも私みたいなさ、魂の距離がお近しいので、ぜひあなたのサポートが必要ですみたいな感じで、こういうハイアーセルフからコンタクトがあったりとかですね、そんなね、不思議なこともあったりするんですけど、まあそういう時はね、静かにひっそりヒーリングしたり、まあそのハイアーとコミュニケーションを取ったりとかもするんですけど、まあそれは置いといて、まあそんな感じで本人同士っていうんですか、この実物の本人同士では
やり取りしたりしてない、関わりがない、知り合う術もないような方なんですけど、まあ、ちょっと連絡しなきゃいけないなみたいな、なんか不思議な感覚なんですよ。理屈で説明できないんですけど、まあ、これがね、思い込みとか勘違いじゃないですかって言われたら、それはそれだと思います。まだその域をね、出てないんです実際問題だけど、とはいえってとこがあるんです。私の勘違いかもしれない、とはいえ、はい、っていうところで連絡しました。 DM 送りました。だいたいどういう内容かっていうと、まあちょっと私こうこうこういうものですと、こうこうこういうことができますと、でしておりますと、で、何かお役立ていただけるんじゃないでしょうかみたいな感じでねDM 送ったんだけどさ、もらった人としたらさ、びっくりすると思うんですよね。なんだいきなりみたいな、うん、怪しさ満点ですよね。で、自分もこうこうこういうものですとかさ、こんなことができますとか、こういうことでこういうタイミングでご連絡差し上げました、怪しいものではないんですけどって言いながら、怪しいよなと思うわけですよ。だから、まあ私の YouTube とかね、ウェブサイト見ていただければ、そんなになんていうのかな、なんかいきなりさ、こんな感じでツボ打ったりしてませんからみたいなね、はい、ほら、科学的にさ証明したりできないとかさ、またそういった目に見えないエネルギーをさ扱ってるとかって、まだマイノリティですから、そういった意味でね、ちょっとこう、怪しいっていうかさ、なんとなくね、こう怪しいとは言わないけど、なんだろうなみたいなさ、風に見られるっていうのは、まあもうしょうがないんだけど、でその DM を送ってる時に、あ、また来たなと思ったんですよ。もう一段、例えば YouTube みたいに不特定多数にさ向けて自分の表現とかさ、自分が感じてることはこんなことです、自分がこう、認識してるエネルギーの世界ってこんなことですよってお話しするのってやっぱ違うんですよね。そっから一体個人とかさになってくると、また一段こうグッと輪郭がはっきりしてくるっていうかさ、そんなのでやっぱ緊張して、でそこでね、また来たなと思ったその理由っていうのは、だいたいね、そういうことをしてるとき、自分がそういうのでドキドキしたりとか、自分で自分のこと怪しいなみたいなさ、参ったなって思ってるときは、自分にね、自信をなくしてるときなんですよ。それは私の今の今回のタイミングだったと思うんですけど、私、今回に限っては自分に自信がないっていうことよりも、もう一回こう問われてるっていうか、これを私はこう自分のライフスタイルというかさ、生き方の、ね、中心になっていて、さらにそれをね、より発展させたりさ、また大きいね、なんていうのかな、作用をね、こう表現していく、本当にやりますかっていうことだと思うんです。そこで、まあ、自分に自信がなかったり、自分をやっぱりこう信じられていなかったりとか、で自分が今までやってきたこの、ね、何年間かの経験やさ、今実際自分が捉えていること、それは現実もそうだし、エネルギーのね、目に見えない領域でも自分が捉えていることに本当に確信持てますかみたいなことの、まあ、お問い合わせじゃなくて、なんていうの、問いかけだったと思うんですね、タイミング的には。でそうだよなと思って、これからまたいろんな新しいことも始まっていくし、自分も、まあ、なんていうのかな、前バースデー迎えてさ、また新しいサイクルに入っていくこのタイミングで、改めて自分がね、怪しいものではありませんって名乗ってるようじゃダメだなって思いますよね。だってさ、説明するの難しいし、全ての人がね、すんなり抵抗なく理解できるような仕事ではありませんけれども、だけど自分で自分のことを怪しいと思ってる以上は、誰に対してもね、そういったちょっと怪しい雰囲気っていうのはさ、拭えないよね。だからそれが自分の中でもう一段確信に変わって、自信に変わって、自分に対する信頼をちゃんと持って、そしてなんていうのかな、コソコソすることなく、それはコソコソってこうさ、実際隠れてるんじゃなくて、自分の心やね、自分の魂に対して何かコソコソすることなく、真正面からね、そういったことをね、こうオープンにしていくっていう、そういったタイミングにまた来たんだなっていうふうに思いましたね。で、まあ、今回は私のエピソードでしたけど、皆さんもね、例えばスピリチュアルなことに単に興味があるとかさ、あとはさ、自分のこういった感覚感性とかさ、
誰も証明できないしさ、ね、あなたのその感覚や感性は勘違いですよとかさ、妄想ですよって言い切ることもできなければ、真実ですねってそれすらも逆の方ね、もう言い切ることもできないっていうね。だから要は自分だけ、どれだけ自分のことをこう信じたりとか、またクリアにね、うん、それを見ていられるかキャッチしてられるかってこと。変な話、 100% なんかさ、なんていうのかな、やっぱ勘違いとか思い違いってこともね、ちょいちょいあると思うんですよね。そういうさ、目に見えない、だから五感を超えた感性っていうものもやっぱ感覚だから育んでいくものですから、最初はあ、やべ、間違えちゃったみたいなさ、こんな予感がすると言いながら、それは自分のエゴの期待だったりとかさ、そんな感じでクリアじゃなかったりするから、まあそれこそね、自分の経験をさ重ねていって、自分ってものをよく知って、それでね、感性とかさ、感度が上がっていくんだと思うんで、それはそれで段階があるからいいと思うんですけど、でね、そういうことをちょっと話しとれちゃったけど、うん、例えばお友達とそういった会話ができないとかさ、こういうことを自分の感性でね、お仕事をしていきたい、スピリチュアルなところでお仕事していきたいと思いながら、やっぱり自信が持てないとかさ、まあいろんなことがあると思いますね。親に言えないとかさ、あるかもしれない。うん。だけどね、それをね、やっぱり言えないなーで終わりにしないで、なんで自分はそれをね、打ち明けることができないんだろうっていうふうに、やっぱりちょっとね、深く自分に向き合ってみたらいいと思いますね。やっぱりどこかで自分で自分に対するジャッジメントってやつですね、うん、怪しいと思ってるとかさ、うん、なんかそんな風にさ、自分が自分にそういう目線で見てるっていうところがあるから、そこでやっぱりもう一度自分の感覚感性っていうものとか、うん、自分だけが感じているものを表現していくっていうことのね、価値があるんですよ。うん、私はそれがね、すごく価値があることだと思うんですよね。で、そういうものに自分もキュンとするんですけど、他の方がしてらっしゃることでも。で、そういったことを本当にやりたいのかなとかさ、そこまで求めてないのかなとかさ、いろいろね、こう、うまく表現できないとかさ、なんかこうね、ビビっちゃうような時は、それをもう一度ね、再確認するタイミングなんじゃないかなと思います。で、あとはね、些細な、いつも言ってるけど、些細なことからね、やっていったらいいと思うんですよ。何もいきなりさ、トラメガ持ってさ、街頭でさ、私はこういう感性がありますとかさ、私はサイキックでこんなも世界が見えますとかって、別に言わなくていいんですよ。これは例え話だけど、そうじゃなくて、例えば私が、主催しているね、ユニバーサルラウンジっていう青の空間が、今月末からね、コミュニティサイトをオープンするわけですよ。そこに参加された方が自由にアウトプットする場をね、持ちたいとか、その参加者同士で交流していくっていうためのコミュニティサイトね、今日から、そのテスト運営が始まってます。まずはメンバーの中で、そのサイトを利用してみながら、まあ、どういう感じでね、運営するのがいいのかっていうテストが始まってるんですけど、私はね、そこでね、自分は例えばエネルギーワークを受けてこんな感覚がありましたっていうことを言う、表現するっていうことがね、大事だと思うんですよね。なんでかっていうとさ、自分が感じていることっていうものを外に出すっていうのは、やっぱ自分だけができうることだと思いませんか。正解があるなしとかさ、そういうことをほっぽっといてね、自分だけが感じていることを言葉にしたり、してこう表現するっていうのは全てのね、第一歩だと思うんです。よくさ、うまく人と関われないとかさ、結構そういうお悩みをね、セッション中にいただいたりするんですよ。言いたいことが言えないとかさ、それってね、自分の感じていることを表現することに対する恐れ不安っていうのがあるんですよ。それがこうできてくる理由っていうのはいっぱいあるんですけど、そういったところをね、少しずつね、自分の中でさ、こう成長していったり解き放っていくには、まず自分が何者ですっていうね、自己紹介、をするとかさ、私はこういうふうに感じましたっていうことを表現するとかで、そしてそれをしている人もの意見も受け入れるとかさ、
それがね、やっぱりね、大事だと思うんですよね。で、それがあって、少しずつ自分の言葉で話すようになって、自分なりに感じてるものを人に伝え出して、そこからやっぱりさ、エネルギーもさ、こう循環していくからさ、一度始まったそういう流れっていうのは育っていくんですよ、続けていれば。だから最初は自分のね、ヒーリング受けてこんな感じでしたっていう感想かもしれないし、今日空を見てこんな風なことを思いましたっていうささやかなねことかもしれないけど、それをアウトプットする、自分から言葉で表現するっていうことを始めていけば、今度は実生活やでね、家庭の中とかさ、恋人とか職場の中でも、実際自分はこう思いますっていうことが自然と言えてくるようになる。で、次はこんな仕事がしてみたいとかさ、こんな風に人と関わってみたいって、もっともっといろんな方にね、何て言うのかな、発展していくって思うんですよね。まあちょっと話はさ、こうそれていますけど、なんかまあスピリチュアルな仕事をしていくとかさ、そういった感性がね、仕事になってなくても、そういう第六感とかさ、サイキックとかそういう感性があるっていう方は、別に何が何でもオープンにしなきゃいけないとは思わないけど、なんかそこでさ、自分に自信が持てないとかね、自分に、なんかこう、ちょっとこう言いたいけど言えないとかさ、誰ともそれを共有できないっていう方は、やっぱり一段恐れや不安、そして自分に対するネガティブなジャッジが入ってるっていうことを知って、で、あとは、あれですね、そういった安心して表現できる場所を見つけて、ささやかなことから自分の言葉で自分の感覚、感情を解放していくっていうことですかね。結構私もね、何度もそういうことをやってきたなと思います。まあ、もともとダンサーだったから、表現とかね、そういうことは本当にコツ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 やってきたからね、そんなに抵抗ないけれど、やっぱさ、スピリチュアル、これからね、もっともっと、なんていうのかな、みんな当たり前な感じで受け入れていくと思います。スピリチュアルイコールオカルトとかさ、怪しいとかさ、なんかそういったことじゃなくて、哲学とかさ、食の教育とかさ、生態系の研究とかさ、そういったいろいろね、この大地とかさ、意識とか心理学とかね、そういうものと同等に、スピリチュアリティっていう精神性とかね、またそういったエネルギーっていうものも、市民権をね、きっと得ていくんじゃないかなと思います。そしたらそういうことの感性をこうオープンにすることってきっと当たり前になっていくと思いますね。でもそれってさ、本当に個人個人にしかない感覚感性でしょ？それがさ、表現されるってことはまさしく多様性でしょ？それってさ、めちゃくちゃさ、楽しいと思いませんか？絶対同じ感覚感情の感性の人っていないわけですよ。だからみんながみんなそれをオープンにするってことは、本当に唯一無二のオリジナリティがどん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 溢れてくるってことなんですね。私、それめちゃくちゃ楽しいと思うんですよね。ね、そういった自分とは違う人の感覚感性っていうものを、好き嫌いとかさ、折り合いがいい悪いっていうのは別ですよ。だけど、そういったものをさ、知るとかさ、関わっていくっていうのは、やっぱ自分にとっても刺激的だし、インスパイアされることも多いと思うから、私はそんな風になったらいいなと思いますね。ちなみに、そうだな、私だって誰にでも彼にでも、自分がこう捉えているエネルギーの感覚とかさ、を言ったりはしませんけど、なんていうの、別にあえて言わなくていい状態もあるでしょ。だから、お仕事何してるんですかって聞かれたら、ヒーラーですとかさ、そういう風に答えたりはするけど、自分がやってること全部を、なんていうのかな、さらけ出す必要は、まあ、そこはないとは思うんで、あれなんですけど、ユニバーサウンドのこのメンバーとの関わりっていうのは、私にとって本当にセーフティーネットっていうか、この地球上で、なんかまた随分話逸れてますけど、まあ今日はね、宇宙的雑談だからいいけど、何かっていうと、自分が感じてる感覚、またその目に見えないエネルギー、だから高次元とかさ、宇宙的な存在とかとコンタクトしていることとか、それによって自分が感じていること、自分が見えている、
もの、現実的なものでもね、を、包み隠さず話したりとか、そこで、意外と、あうんの呼吸じゃないけどさ、なんつうのかな、理解し合えるっていうかさ、ここでは何言っても安心っていうその場所が、まあ私にとってはユニバーサンドのメンバーとの関わりなんですよね。それってね、めちゃくちゃなんつうのかな、自分にとってはすごくありがたい場所で、やっぱり抱えきれないようなものを見させられたりする場面も多かったりしますね。こう地球的なライトワークとかしてると、こう圧倒されちゃったりさ、自分がちっぽけだなって思ってみたりするような時もなくはないんですよ。うん、まあそういうのも淡々とやってますけど、でもそういったね、こと、三次元のね、この綾野さんっていう状態ではさ、何言ってんだろうなみたいな、ちょっとすごいすごい、なんかさ、自分のその生活とはなんか全然直結してないようなことを捉えてたりするわけですよ、自分のハイヤーマインドとかは。でもそういうのも普通に話して、あ、そうですよねみたいな感覚でいられる場所があるっていうのは、私にとってはすごく安心できる、あ、うん、嬉しい関係性なんですよね。だからね、ぜひ皆さんもやっぱそういう仲間っていうかさ、自分が何でもそうやって安心してこう表現できたり、交流したりとか分かち合える場所、人っていうものがいるとすごくいいんじゃないかなと思います。よく誰にも話せなかったとかさ、そういう方もいらっしゃいますね。セッションで自分のこういう感覚とか感性があるってことを言えなくて苦しかったですっていう方もいらっしゃいますから、もうぜひそういう方はですね、私たちユニバーサンドがこう提供しているね、その青の空間のコミュニティサイトをぜひ利用していただきたいですね。うん、やっぱね、そういう横のつながりって大事ですよ。うん、結構こう一人でいるのが好き、一人の時間がないとダメとかさ、ずっとこうなんていうの、大人数でなんかワイワイガヤガヤ関わってるのは結構苦手な方ではありますけど、そう言いながらやっぱ横のつながりっていうのは自分にとってもすごく重要で、うん、かけがえがないものだなって、そんな風にもね思っています。こんな感じでしょうか。はい、いやー、なんか話が気づいたらあっちにそれ、そしてまたまたこんな方に行きなんて言ってね、ちょっと取り留めもない感じでしたけど、何かね心に響くキーワードとかね、何かあって思うことがあったら嬉しいです。はい、じゃあ最後にお知らせですね。今月月一の、アルクトゥースの一線隔ヒーリングは8月7日です。エントリーサイトは、リンクを概要欄に貼っておりますね。そうそう、この今日の宇宙的雑談で出てきた、ユニバーサンドが主催する青の空間ですね、ラウンジの方もリンクを概要欄に貼ってあります。どういったことをね具体的にやってるんですかとかさ、どんな感じで運営されてるんですかということをご興味ある方は、ぜひリンクからウェブサイトを飛んでみてください。いろいろなね、詳細も、公開してますので、ぜひそちらお読みになってみてください。はい、あとなんかあるかな、ないかな。はい、あとインスタとかね、ツイッターでもいろいろ発信してますので、気になる方はぜひフォローしてチェックしてみてください。では暑いので皆さん水分とって無理なさらず、あ、そうですね、今ライオンズゲート期間中ですからね、エネルギーもガンガン強いのが降り注いでますから、無理せず努めてご自身の体をね休めながら、過ごしてください。長くなりました。最後まで見てくれてどうもありがとう。またねー。